周りを正確なキャスティングで攻める大野さん。このキャスティングの秘密を聞いてみました。こうやって風がある日なんかはオーバーヘッドでキャストするよりバックハンドとかアンダーで低い弾道でルアー入れてあげた方がラインが吹けないんで、まあ、ストラクチャーに乗っかったりカラーマンったりはしにくいですね。こうスナップを効かせるんじゃなくてここ固定するんですね。ティップの先までここはもう動かないような感じ。このテイクバックの時はどうしても開くんですけど、この振り出す時は固定してる。アンダーキャストでは手首を曲げてしまうとルアーが上方向に飛んでしまうので注意しましょう。では反対側に投げる時はどうするのでしょう。こっちの時は両手使うんですよ。片手でグリップエンドを持ってロッドを送り出します。こちらは手首を曲げてキャストします。では正面に投げるときはどうするのでしょう。バックハンドもこっちのアンダーもやりにくいなっていうところが、まあ、ポイントが正面にあるようなときは真下からこうやって投げるのもありですよね。なるべく垂らし短くして入れて。それではスーパーキャストをご覧いただきましょう。おお、幅わずか20センチの杭の間にルアーが吸い込まれていきます。おお、キャスト精度を上げればタイトにルアーを通せるので超過アップにつながります。